はい、半間岩先生です。ですね、私は東京生まれなんですけれども、今、田舎の方に住んでるんですけれども、東京にいた時はね、いろいろお店があるようで、全然お店がないんですよね。で、買い物なんかは全然、東京の方が不便で、で、品もね、ろくなものがないんですね。遊び物ばっかしで意味のないのばっかし売ってるような店ばっかりなんですね。で、東京にいると周りの生活のために買わされるんですね。全くなんか遊び物ばっかしでね。で、実用品が少ないわけですね。そういう大飯店がですね。で、田舎の方がね、いろいろ大きなね、ストアがたくさんありましてね。で、田舎の方がいろいろありますね。ということでね、人数が多いところ、都会というのは、なんていうところだって、お店は全然ないって。驚きますね。田舎の方に行くと結構いろいろお店があるんですよね。で、ちょっともっと金持ちですね、田舎の方が。で、いいものがたくさんありますよ、東京よりか。ということですね。東京ってなんでひどいんだろうなっていうことですね。何にもないもんね、お店行ってもね。周りに全然何もないっていこれはね、変な話ですよね。あれだけ人数が多くて、自分たちで都合しないのかねっていうことですよね、東京人っていうのは。全く無能ですよね。人数多いのにいいお店をね、用意しないんでね、全然。パークリンというかね、逆に人数が多いところほどね、めちゃめちゃにするみたいな感じでね。もうお店並んだって、全然遊びもんばっかし、買っても全然関係ない。ね。そんなのばっかり売ってて、で、そういうものばっかり買わせさせられるんですね、周りにね、東京のお店っていうのはね。で、肝心な今、実用のね、キッチン関係、食べ物とかね、一般的に使うね、大事なものがね、ないんですよね、全然ね。みんな遊びもんで。お金するようなものしかばっかしでね、お店はね。それは非常に東京はひどいね。なんでそんなに人数が多くてね、仕事しないんだろうね。自分たち住んでるんだから、いい買い物できるようにするのが普通だと思うんですけどね。人数が多いほどしないみたいだね。ぶっ壊すんだろうな、逆にね、東京人はね。世田谷なんかも、全然ないですね。東京、世田谷とかね。まあ、本当にそういうのとね。で、あと驚いたのは、賃貸が、東京の賃貸安くなったですね。タワーマンションでも30万です。30万あればもう十分いいのがね、ところで住めるし、安いところだって7万ぐらいでありますからね、マンション。綺麗な。東京ね。これは安くなりましたね。7万でワンルームでね、東京だと六本木だってあるし、駅前徒歩2分とかね。10万切るのがたくさんありますよ。
徒歩1分でありますね。ね、都心の。これは安くなったですね。そういうことで事情は事情なんで住まなくなったんですね。みんな田舎の方に来ちゃったんですね。こちらの横の人も東京から来てますからね。田舎の方に移っちゃってんですね。やっぱね、田舎の方がいいからね。空気もいいし。で今東京の方になんか一つね、賃貸でも借りようかなとか買おうかなとか見てたんだけど、ちょっといいところはないんですよね。六本木ぐらいですかね。六本木徒歩3分以内5分以内のところで、それで安いんでね、10万円か、あとタワーマンションで30万切るんでね、六本木徒歩1分2分ですよ。それで30万賃貸、結構ね、結構素晴らしいよね。それは30万切るんですね。で24時間体制管理とかね、そんなのがあるんでね、空きがありますね。これは素晴らしいですよね。今そんな安いんですね。だからそれがちょっとね気にかかりますね。高級タワーマンションですね。六本木徒歩3分以内で30万切るって。これはずっと借りといてもいいような感じもするんだけど、ただ人が危ないですね。人間、原始人だからみんなね。人間すごく知能低いから。それが心配だな。まあ、こっち人がいないから安心なんですね。非常に住みやすいんですよ。危なくなっちゃ困るからね、逆にね、東京に行って